セクシーゾーン最後のパフォーマンスがもうマジで泣けたわ。どうも皆さんこんにちは、クーです。はい、今日はですねセクシーゾーンがですね、まあ、昨日3月31日をもって、まあ、セクシーゾーンとしての活動、そしてメンバーの中島健人くんがグループを卒業したわけなんですけども、まあ、そちらの方で、まあ、最後のライブっていった感じですかねっていうのを、まあ、YouTube だったりとか、まあ、いろんなところでの配信をしていたんですけども、まあ、今日はそちらの感想動画についてお話ししていきたいなというふうに思います。でやっぱその YouTube の、まあ、配信をねずっと待ってて、8時からだったかな、8時から待ってたんですけど、最初のセクシーゾーンの、まあ、イントロが流れてきた時に、うわなんかもう結構心苦しいというか、悪い方っていうよりはもう僕自身が、あなんか本当最後なのみたいのを1曲目のセクシーゾーンに感じたんですよ。しかも最初のイントロね、空にかざした手のひらの後のテンテテンテンみたいな音が一気に高くなるところで、まあ、そのダンスパートが始まるところで、うーわーなんか1曲目セクシーゾーンで来るなんかエモいなと思って、なんかその僕がその、まあ、男性なのでなんか泣くとか、うん、そういうなんか感情の起伏があった時に泣くっていうことがないんですよ、あんまり。まあそれは男だからとかじゃなくて、まあ、僕がそうなだけかもしれないんですけど、まあ、一般的にも女の子の方がちょっとまあ涙もろかったりとかして、男の方があんま泣かなかったりするじゃないですか。だからってわけじゃないんですけども、泣いたりはしないんですけど、心の中でとか心がなんか一つの時代終わったなっていうのはすごく感じたんですよ。やっぱ直近だったらね、 A グループがデビュー決まって、まあ、A グループの YouTube とかを見てたんですけども、これから CD デビューしますって言って、もうスエとかもね歌いながら泣いちゃったりとかして、なんか新しい時代の始まりだっていうところと、まあ、セクシーゾーンは逆にセクシーゾーンっていう物語は終わったわけじゃないですか。風磨が、まあ、マリウスとかケンティだけじゃなくて僕らもセクシーゾーンは卒業するっていうふうに言っていたので、僕がずっと見てきたこの好きだった時代っていうのがやっぱり一個終わってしまった、一つのグループが終わってしまった。もちろんセクシーゾーンの残るその勝利くんとそうちゃんと風磨に関しては新しいグループ名で、あとこれからも活動していくと思うんですけども、セクシーゾーンは終わったっていうのは間違いなくあると思うんですね。一個の節目というか、なんかそれがもうちょっとね心に来たというか、なんか終わっちゃったんだなっていう、まあもちろん終わっちゃったんだなってマイナスな意見ばっかりじゃなくて、うん、なんか本当にありがとうっていう気持ちも多かったですね。なんか好きだったなセクシーゾーンの最初の方の曲もとか思いつつ、でやっぱセクシーゾーン歌った後にもう2曲目がランだったじゃないですか。ここでなんか自分たちの、まあ、お箱というか自分たちの中での本当一番の有名な曲と言っても過言じゃないと思うんですよね。ランテとか5人の大事な曲っていうのもあると思うんで、それを2曲目に持ってきて、でその後ねケンティがね、まあ、ケンティのパートでそれでも何かをありがとうって言ったんですよ。ここってまあマリウスが卒業する時も楽しんでいけよとかなんか言ってたじゃないですか、カウントダウンコンサートの時に。そのありがとうって言った時の顔もめちゃくちゃかっこいいんですよね、ケンティ。なんか本当にもしかしたらケンティの中で30歳って節目、もしかしたらって言ってましたね、30歳って節目がケンティの中では何か大きい、やっぱりアイドルたるもの20代までとかあったのか分かんないんですけども、30歳なのにすごくキラキラしていて、まあ、今の30歳って若いと思うんですけど、なんかあーセクシーゾーンなんかありがとう、まあ、ありがとうってこっちがありがとうだよって思いつつ、で3曲目がギュッとだったじゃないですか。それ見た時にいやもうフルパワーでセクシーゾーンかましに来てるじゃんと思って、その時のねケンティのパートで、まあ、フーマが多分カメラマンの方にいてケンティが歌ってる時に対面になるんですよね。その時に多分すごい変顔してたみたいで、でケンティがお前やめろやみたいな、なんかそのちょっと男子高校生みたいな絡み方をしていて、いやケンティもなんか最後言ってましたけど、これからはメンバーじゃなくて友達っていう風に、なんかその友達の不満点が見れた感じが微笑ましかったですよね。まあその後、まあ、みんなで写真を見返してって、まあ昔のなんかエピソードトークみたいなところが結構多くて、まあ結構そのライブ的にも半分ぐらいはなんかトークが多かったんじゃないかなと思いましたね。でも逆にまあそれぐらいの
まあ、全部歌ってよりかは思い出に浸ってくれてる方が、そっちの方がまあむしろ見たかったというか、だからまあすごいいいバランスだったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、すごい個人的にあのロボットダンスやった時あったじゃないですか、あのセクシーゾーンが、あの時、まあ、そのダンスの先生が皇帝仙人って言って、僕もそのダンスやってたんで、この時ねセクシーゾーンで見てたんですよ。本当に大学生の時にセクシーゾーン、ジャニーズがなんかロボットダンスやってるよ、見ようぜ見ようぜみたいなのが、なんか僕の個人的なあのちょっと思い出でしたね。でしかもそのマリウスがその、まあ、一緒に共演できたじゃないですか。そこにまあそのジャニーズだった時にはできなかったしがらみみたいのがまあ一個なくなっていて、なんかすごい時代も感じたし、まあこれ言っちゃったらじゃあやめんなよってなっちゃうから、まあそんな軽い気持ちで言うわけじゃないんですけど、まあいずれ最悪検定がグループ戻ってきたいって言ったら戻ってきてもいいような新しい体制になったって僕は大きいと思うんですよね。でやっぱりもうね最後の最後だよね。さっきも冒頭で言いましたけど、まあ僕はね、まあ、メンズ勢なんで、まあ、泣きはしないんですけど、やっぱりこの心にグッとくるものはめちゃくちゃあって、やっぱそのケンティとフーマのそのお互いが泣きながらもう本当にお互いのことをまあ思い出エピソードとかも含めて言ってることとか、もう本当ね、フーマの最後言った言葉がもうそれでしかないと思うんですけど、ファンとかスタッフからもケンティが一人でやるってなった時に、お前が止めろよ、おい菊池お前が止めろよっていうのは感じていたみたいなね。ただ曲が流れてケンティが歌ったりとかした時のケンティのコンディションっていうのを分かっちゃうと、フーマはそれぐらいずっと一緒にいたのに、その人が決断して、まあ、物事を決めていくってなったのを止められるわけがないと言ってたんですよね。僕もそのフーマのね、よくそのケンティは卒業じゃなくて脱退だとか、なんかその言葉がちょっと強いんじゃないかって思うことはあったんですよ。ただやっぱりフーマはフーマなりの正義、フーマはフーマなりの答えみたいなのを持っていて、やっぱりそのケンティがやることっていうのはもうまあね、決意って止められないですよね。だってその人本人の人生だから、他人言うてフーマは他人じゃないですか、ケンティからしたら親身だし仲いいけど、けどやっぱ他人の決意っていうのをね、その他人が決められないんで、やっぱそこはもう応援していくっていう風にフーマも言ってましたし、まあ、ケンティもね、その嫌いな時も好きな時も全部が青春だったって言ってて、いやあれ聞いたらね、さすがにね来るね心に、なんか僕セクシーゾーンのメンバーじゃないけど、なんかやっぱセクシーゾーン好きだなって本当に思いましたし、なんかそのさっきも言いましたけど、なんか一つの時代がここで終わったんだなっていう寂しさもあるけど、でもやっぱり最後はありがとうセクシーゾーンってやっぱ心の中では思いたいですよね。まあもちろんまだまだちょっと引きずりますし、ね、ちょっと心がチクチクってしますけど、でもスマップの時も嵐の時もそうでしたけど、やっぱ最後はありがとうって思いたいし、見してこんなにいいもの見せてくれてありがとうってやっぱ最後は思ったんで、まあ新しいセクシーゾーン、まあグループ名も変わってケンティはいなくなっちゃいますけど、まあ、3人のまた活動とケンティのソロ活動っていうのを、まあ、楽しみにこれからも応援していきたいなってに思います。ぜひ皆さんの方でもですね、まあ、今回のライブで感じたこと、まあ、素直にというか率直に思ったことをコメントで教えていただけたらなってに思います。はい、自分はですね、こういった旧ジャニーズの話っていうのを自分の思いや主観でお話させていただいているので、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけたらなってに思います。なんだかんだセクシーゾーンって好きだったな。バイ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 ドバイ。